ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出や、キリュウ。踊るはこの店にもう顔見せんな言うたじゃろうが。うちのお客に勝手なこと言わないでくれる？こいつよりわしの方が常連じゃろうが。ママはどっちの方が大事なんじゃ？お？今度こそ白黒つけちゃるけえの。ああ、はよついてこい。なんすかしとんじ。ちょっと南雲くん。あ、いや、また後で弁償するけんの。ごめんってキヨちゃん。すぐに戻る。かばちたれが。二度とここに顔出せないようにしちゃるわ。また後で来るけの。ほいじゃ。覚悟はええか。ああ、ええ加減なめとったらどえらい目に遭うっちゅうことを教えちゃるわ。念仏でも唱えとけ。わしもの、惚れた女の前で酷にされたままじゃカッコつかんけえの。広島ヤクザ敵に回したんが運のつきじゃ。すかした顔してなめ腐ってから踊りや。おい、なんじゃ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだがな。なんなれ、そんなに死に急ぎたいっちゅうわけかの。いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてるとこっちの予定が狂っちまう。そんじゃったら安心せえ。今日から先踊れの予定は全部白紙じゃ。うわ！
よーし、わかった。そしたら第一ラウンド終了じゃ。わしも体が温まってきたけ、こっからが本番じゃ。お遊びにはもう十分付き合ってやった。今のは肩慣らしじゃ言うとろうが。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら遊び相手なら他のやつを渡れ。お前と違って俺は忙しい。お帰りなさい。ああ、どうにか間に合ったな。ええ。さあ、キリュウさん、これ。いいよ、待たせたな。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。私を育ててくれたおじさんは、極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。ファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。しっかりして。
夢じゃないのか。違うよ、私はここにいるよ。はるかちゃん。秋山さん。先生に話聞いてきた。桐生さんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか。ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や近江連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ、まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君らなら大丈夫。乗り越えられるさ。はい、秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって。そういえばお仕事の方はいいんですか？町金の社長つってもうちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。はるかちゃんは？桐生さんが良くなったら沖縄のあの養護施設に、朝顔に戻ることになるのかな。多分そうなると思います。私やおじさんにはあの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。そっか、じゃあ神室町もまた寂しくなるな。なんや、札の旦那方、えらい怖い顔して。患者ら怖がっとんで。俺に用やろ。あ？脱獄で捕まんのはこれで2回目やな。話が早くて助かるな。酌量の余地はある。西島大河、おとなしくしろよ。ジタバタする気なんかあらへん。ちっ、クソが、なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。ええんや、後のことは頼んだで。兄弟、お前らが登場会でごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。それから桐生一馬の病室はそこだな。あ？何やと？警視庁の者です。どうかそのままで。え？桐生一馬を神室町での暴行傷害並びに器物破損の容疑で逮捕します。
察は元東城会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツを立てるためのパフォーマンスだ。パフォーマンス？抗争を引き起こしたのは間違いない。世間から見れば近江も東城会関係者からも逮捕して、まあ警視庁もちゃんと。確かに桐生さんは東城会の元4けど、今回の抗争を収めるのになんとかならないんですか、伊達さん。誰が桐生担当だ。そもそも桐生さんだけ逮捕され、現役バリバリの東城会幹部は警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら、せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ、上の首がいくつあってもだからって引退してた桐生さんを。東城会の4代目ってだけじゃねえ、桐生一馬ってな、いくら足洗おうが肩ぎ。あの、うん、おじさんはまともな弁護士がつきゃ無所には入らず、桐生の出方し、なんかハギ。俺も桐生とは付き合いがない。今頃あいつが何考えてるか。ここは、うん、おじさん。はるか、俺が出会った頃、ま、そして大事な人間を次々に失う、俺の人生親代わりに。桐生さん。秋山、神室町、昔は銀行、一度はそれが神室町で、俺とは大阪では、お目覚めですか、四代目。大悟か。お互いみっともねえなりだな、六代目。いくらか桐生さんの方がマシですかね。そうみてえだな。何か話があるのか。ええ、よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。噂ってのは他でもありません、桐生。弁護士立てていくらでも避けようがあるのに。家族のところに。沖縄の。ああ、俺がこのまま沖縄に戻ったとして、どう言い繕ったところで俺は元世間の目引いちまった以上、俺は遥かにその覚悟があるとして、俺が真っ当にあいつらの元に戻る。それはわかります。でも無所に入るって、遥かちゃんやあなたを待っている人たちを、桐生さんは。俺は遥かに世間が注目しているからこそ、次無所を出たら今度こそ、どうもステージで遥かはなら、俺もそう呼ばれて恥ずかしくないようにしておきて。Thank you.
はるか、よく来てくれたな。変わりないか？そんなにすぐは何も変わらないよ。朝顔も相変わらず、みんな元気にしてる。そうか、ならよかった。本当はみんなもおじさんに会いたがってるんだけど、沖縄からだとさすがにお金かかるから。沖縄の人たちはみんなよくしてくれてる。だから何も心配しないで。マスコミに追われたりはしてないか？たまにそういう人も来るけど大丈夫。すまないな、はるか。今の俺には何もしてやれないが、仮釈が出ればあと3年くらいで出られると思う。それでも3年。俺はこんな俺のことを家族と呼んでくれたお前に恥ずかしくない人間になりたいんだ。こっから先の3年はそのための時間だ。どうかしたか？私は芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのが辛かった。うん？芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの。その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから、私はあのステージで初めておじさんのことを家族なんだって心から思えた。それまではおじさんと一緒にいることがずっと当たり前だったから。まだ子供だったから深く考えたことがなかった。だから今おじさんと一緒に暮らせなくても頑張っていける。おじさんと私がどんなに離れていても家族だって心に刻むことができたから。今日はそれを言いに来たんだ。また一緒に暮らし始めたらもう恥ずかしくてこんな風に言えないもん。そうか。テーブルの上片付けて。カージ、こんなとこに漫画置くなよ。泉、コップとお水用意して。はい。ほらシロ、ご飯の時はタブレットしまって。ちょっと待って、もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。あんた、まさか本当に株買ったりしてないでしょうね。そんな金ないでしょ、シミュレーションだけ。三尾がまだ練習から戻ってないよ。あいつ張り切ってるな。野球推薦の話でしょ、そんなにうまくいくかな。ただいま。ただいま。はるか姉ちゃん、おかわりある？ご飯だけならね。俺今日はおかわりいらない。この後大城と筋トレする約束してきた。おじさん、刑務所から帰ってきたら驚くね。三つお兄ちゃんがプロ野球に入るかもって。バカ、気が早すぎだよ、まだ中学生なんだから。でも野球推薦の話が来るなんて、三つお頑張ったんだ。前はコージが教えてやってたのに、いつの間にか立場逆転だもんな。うっさい。まだ本決まりじゃないし、他にも候補はいるから。勉強の成績とか家のこととか、なんかいろいろ審査はあるんだって。家のことって、それじゃうちってヤバくね？
バカ。いやでも実際さ、大丈夫だって。俺が朝顔の子供ってことはみんな知ってんだから。その上で来た話なんだ。だからもし話がポシャったとしても、それは俺の力不足ってことだからさ。どうしよう。おじさん、私。どうしたらいいのかな。やっぱり、ここに帰ってきちゃいけなかったんだ、私。ごめんね、みんな。綾子、やっぱり出ていくんだ、お姉ちゃん。これ見たんでしょ。そっか、綾子も見たんだ。三尾の野球推薦のことが心配。三尾のことだけじゃないよ。この先他のみんなにも何かのチャンスが来たとして、私のせいでそれを潰すことになったら耐えられない。私は世の中を甘く見てたんだと思う。おじさんはそれをよく分かってたから、きっと刑務所に行ったの。だからって、お姉ちゃんはここを出てどうするの？どこに行くの？しばらくはおじさんのそばにいようと思ってる。いつまで？おじさんが帰ってくるの、まだ何年も先でしょ。おじさんはお姉ちゃんが朝顔出るって知ってるの？ううん、全部私が自分で決めたことだから。じゃあ私からおじさんに手紙書いておく。黙ってて。え？おじさんには私からちゃんと話すから。
アジア街で火が出てるぞ。火元はアジア街の複数箇所でほぼ同時に確認されています。じゃあ放火ってことは、消防はもう向かってんだろうな。避難の誘導はやってます。でも火の回りが早くて。おい、なんてこった。アジア街が全部焼けちまう。ですか、いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。泉か、だいぶ背が伸びたな。おじさん、嘘、帰ってきたの？なんでこんな急に。驚いたか。ねえ、おじさんが帰ってきたよ。みんな、おじさんだよ。おじさん。太一、バカ野郎、帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせんだよ。すまなかったな、太一。おじさん、おじさん、お前ら大きくなったな。何年ぶりだ、みんな。おじさん、本当に大きくなりやがって。おじさん、変わんないね。はるかお姉ちゃんは一緒じゃないの？そうだよ、後から来るんでしょ。いや、一緒じゃない。はるか、出かけてるのか。え、何言ってるの、おじさん。だってはるかお姉ちゃん、おじさんのそばに住んでるって。ん、そうだよ、そういう話だったよな。うん、うん、そうだろ、あやこ姉ちゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん、でもみんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと
一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ、なんで遥姉ちゃんが出て行かなきゃいけなかったんだよ。俺たちうまくやれてたろ。遥お姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの。ううん、お姉ちゃんは私たちの重荷になりたくなかったんだよ。え、何それ、どういうこと。話があったとき、ちょうどこんな記事が出たの。お姉ちゃんは自分のせいで朝顔のみんなが変な目で見られるのに耐えられなかったんだと思う。あの時は特に三尾の進路がどう転ぶかわからなかったし。なんだよ、それじゃ俺のせいかよ。いや、そうじゃねえ。お前のせいでも遥のせいでもね、全部俺のせいだ。おじさん、だから俺が必ず遥を探し出してこの家に連れて帰る。おじさん、はるかのことは気にす。でもはるかはそうしたら。わかったよ。あ、おじさん、豆も昼飯の時間か。うん、豆まだだからね、まだ食べちゃダメ。よし、はるかお姉ちゃん、はるかのことなら心配す。そうだといい。はるか姉ちゃんが俺そうか。まったく、おじさん、はるか姉ちゃん見つけたらガツン。俺たちはるか姉ちゃんのこと全然気にし、はあ、綾子お姉ちゃんもひどいよね。はるかの件は綾子も今まで。それはでも、あのさ、3年前だ、朝顔の。そう、もしかしたら俺が傷。おじさんは悪く。でも、ああ、あ、さっきね、はるかの SNS。 そうか、はるかについて。もしかしたら。じゃあ、すまないな。はるかお姉ちゃん。そうだな。知り合い。ああ、あいつならすぐに電話。お客様がおかけに番号をお確かめ。おじさん、秋山って人。いや。え？電話がダメなら。でもそれ。そろそろ晩ご飯の準備しなきゃ。あ、おじさん。ううん、それに。そうか。あのね、おじさんが遥かお姉ちゃん。そんなことはだから。うん。
じゃあ行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ、白カムロ町に行くんでしょ。秋山って男さえあまり長いす。はるかお姉ちゃん見つけても。わかってる。うん。それから大、今度はそう長くは。そうか、豆、またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。この町に帰ってきちまったか。おい、伊達さん。いや、なんだ、たく、誰からも。ああ、でもよかったぞ。うん、まっとうに。そう、長かったな。しかし沖縄にはもう、伊達さんは殺しがあったんだ。カムロ町じゃ今中国マフィアか。ああ、去年カム、その火事、焼けたのはアジア街の一帯だ。で、そいつらと投資されて警視庁真島と同何知らなかったのか。大吾が捕まった。本家の相談役だった。面識はねえが。ああ、そうか。いや、お前はもうそのために。遥かはどうした。秋山の子もという。遥かの居場。遥かは。俺も沖縄でし、それで秋山な。しばらく休業聞いた話じゃ。何？すまんが、そろそろ行かない。ああ。一応言っとくが、アジア街になるべくならいいか。わかった。ああ。
久しぶりだね。もうびっくりさせ悪かった。ってことは出所されたのね。いや、いいんだママ。あら、そうなの。それよりだで、そうなの、ここ本当に治安が脇流さんも気を。ああ、そうだ。何かしら。秋山の、ああ、少し前に変な事件。そうか、この辺りで。え、ずいぶん前の理由は。そうなの、はるかちゃん。そう。でもあとこの、ママ このおっさん、お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。アジア街で飲んでた。すいません。あれ？久しぶり。本当にお久しぶり。マスター。聞きたいこと。スカイファイナンス。ええ。あいつと俺。そういえば。そうか。ただ秋山その噂を。そうか。遥かをこ。あれ？
あ、そう、でも、すまないな。しばらく寝てろ。ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも途上界のヤクザがアジア街で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのは分かるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いならその懐の銃は必要ないのでは。ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまで護身用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方途上界の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん、それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへ、これから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。Ugh!
これが最妖怪ボスからの答えです。中国人が二人もやりやがって、殺してやれ。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。